ラビレーブの像イエフダレーブベン・ベザレルは、プラハのラビで神秘思想家。ヘブライ語の略称では、マハラルとも呼ぶ。後から作られたものだが、ゴーレム伝説の主人公としても著名である。ポーランドのポズナニで、ユダヤ系の家庭に生まれたと伝わる。父、ベザレルもラビで、家系はドイツのボルムスの出である。おじのヤコブは神聖ローマ帝国のライクスラビナーで、 兄弟であるフリートベルクのハイムは有名なタルムード学者。伝統的にこの一族はバビロンの保守の子孫と伝えられており、従ってタビデ王朝の末裔と言われている。彼は正式な教育を様々な家石場で受けた。父が事業に成功したので家庭は裕福だった。1553年、ニコルスブルクにてモラビアの首席ラビランデスラビナーに就任。これは 地域社会の問題を扱うだけでなく、タルムードのどの論文を学ぶべきか決定する仕事でもあった。選挙や調税にまつわる、もろもろの条例を改定してもいる。1588年に、モラビアの受け持ちからは退いたが、この地では、以後も、長らく彼の権威が存続した。非着室死に対する誹謗中傷をいさめるのも、モラビアにおける彼の仕事の一つだった。 こういった誹謗中傷が続くと特定の家庭の子供が結婚相手を見つけられなくなる恐れがあったからである。この悪習慣はついには彼自身の家庭にまで被害を及ぼすようになったため、1583年、彼は1年に2度の大説教の片方を使って、この愚かな習慣を求断した。1588年にプラハへ戻ると、前任者、サク派用との後を継いで、 再びラビに就任。直ちにナドラーに対する彼の見解を繰り返した。1592年2月23日、彼は兄弟の市内や義理の息子の遺作後編ともども皇帝ルドルフ2世を徴収の一人に迎えて説教を行った。説教の内容は、その時皇帝が熱中していたカバラに関する話題だったようである。1592年、 ポーランドの首席ラビに選ばれて、ポズナニに移住する。この地では、ネティワス・ウォラムとデレック・ハイムの一部分を表した。晩年サンド・プラハに戻り、ここで1609年に亡くなった。プラハに埋葬された彼の墓石は、今なお有名な観光名所となっている。ありがとうございます。